三宅,三宅一世、三宅一世、三宅一世、1938年、昭和13年4月22日隊は、日本出身のデザイナー。広島市東区出身。広島県広島市東区に出生。広島大学附属篠野のめ中学校。広島県立広島国体寺高等学校卒業。一貫して美術部に所属。焼け野原から復興する広島の町。 とりわけ通っていた国体寺高校の近くにあった丹下建造設計の広島平和紀公園やイサム野口設計の平和大橋のデザインに感銘を受ける。反り返った東の橋柱の先端には生命を表す太陽、西の欄干は魂を運ぶ船の手すりがかたどられていた。東洋と西洋の境を越えたノグチのデザインは少年の行く道を決定づけた。 高校卒業後上京し、多摩美術大学図案科に入学。在学中から、総演賞の第10回、1961年、第11回、1962年と2年連続で、現在の加作にあたる賞を受賞、当格を表した。アートディレクターの村越城からオファーを受けた、東洋霊音、現、東レの1963年版カレンダー用の衣装制作が、 最初の仕事となった。第一回コレクションは卒業後の1963年に発表した布と石の詩。当時は広告業界にファッションをやる人がおらず、服をどうやって作っていいかわからず、奇抜な服をたくさん作った。業界人には大変驚かれ、日本のファッション界の長寿になった。しかしファッションを独立したデザイン分野と認知しない、当時の環境に苛立ち。 1965年パリに渡り、パリ要塞組合学校、サンディカで学ぶ。1966年にギラ・ロッシュのアシスタントとなり、その後ジバンシーでデシナトゥール、完成した服を絵にする仕事になる。パリモードがオートクチュールからプレタポルテに移行する時代、実用的な衣服をデザインすることで、人のあり方を表現するプレタポルテの若手デザイナーたちは、 大きなショックを受けた。1968年の5月革命に繰り出す人々を見てこういう人たちの服を作り意図を思い定めた。体にフィットしたヨーロッパの高級な服よりインドのサリーのように一枚の布を身にまとう方が普遍的な姿だと考え、さらに生地をできるだけ捨てずに使うことを自らにした。パリで4年修行した後、1969年。 アメリカ合衆国ニューヨークへ移り帰省服の経験を積む。三宅の行動力は際立っており、更新デザイナーに大きな影響を与えた。日本に帰国後の1970年、三宅デザイン事務所を設立。翌年2月には、ニューヨーク市内のデパートに一斉三宅のコーナーを開設した。1973年、一斉三宅周東コレクションで、 パリコレクションに初参加。衣服の原点である、一枚の布で体を包み、西洋でも東洋でもない衣服の本質と機能を問う、世界服を作り、布と体のコラボレーションと言うべき、スタイルの確率は、1978年発表のイーセミヤケイーストミーツウエストで集大成された。コンパクトに収納できて着る人の体型を選ばず、シワを気にせず、気持ちよく、 体にフィットする1993年に発表された代表作、プリーツプリーズはこれらの延長線上にある。プリーツプリーズは国内繊維産業の域を集めた素材と技術に一人一人のための自由な服という三宅独自の発想を行動する女性のために作られた時代性で世界中で愛され、2012年まで世界27カ国435万枚が売れたと言われる。 日本では切れ字を服の形にするのがデザイナーと考えられていて、常に海外の情報をもとに服を作っていた。自分から情報を出すということではなかったため、本当のクリエイターではない、はっきりした自分の意図のあるものを作りたいと、三宅はマテリアルを日本で布を織るところへ行って織らせて、染め屋に行って染めさせ、それをパリに持って行ってデザインした。三宅は、 日本のデザイナーが絶対に使わなかった剣道着や柔道着の差し子のようなマテリアルを使い始めた。最初は日本の差し子屋にこういう折り方でもっと優しい風合いでと注文しても趣味くらいにしか受け取ってもらえなかった。三宅のデザインした服はパリでは売れても日本ではどこにも売ってないことがあった。日本各地の素材や伝統的な手技と最新のハイテクを使った。 新たなものづくりの追求は長年のテーマとして続く。2008年自身のデザイン事務所内にリアリティラボと名付けた研究開発チームを設置。素材研究を進める中で低人ファイバーが開発した古着など不要になったポリエステル製品をうん、液体にまで戻し再生した糸に出会い、英国生まれのポリエステルは戦後の日本が進化させたという思いもあり、 2010年秋からの新シリーズ132号伊セミヤ家の素材に選んだ愛媛県松山市の工場で生まれた糸を福井市で折って生地にし石川県白山市などで染め東京で形にする1993年フランスレジェオンドヌール勲クン賞シ,シュバリエイギリスロイヤルカレッジオブアート名誉博士号授与1998年文化功労者に 検証、1999年には、米週刊誌、タイムアジア版において、今世紀最も影響力のあった、アジアの20人に選出され、2005年、第17回、高松の宮殿下記念世界文化賞、彫刻部門、2006年、第22回京都賞思想、芸術部門など数々の賞を受賞。2008年度から2014年度まで、朝日賞選考委員も務めた。 2004年、財団法人三宅一世デザイン文化財団を設立、2011年2月1日に公益財団法人となった。2007年3月、東京六本木に誕生した複合施設、東京ミッドタウン内に併設された、デザイン拠点2121 21デザインサイト2121 21デザインサイトをオープンさせた。2010年9月、広島市名誉市民、 また2010年11月、文化勲章を皇居にて、鈴木明、安藤忠夫や新川は幸夫らと共に受勲したほか、2016年、レジオンドヌール勲章コマンドールなど、国内外の勲章を受けしている。1960年、東京で開催された世界デザイン会議に際して、衣服デザインの分野が含まれていないのはなぜかという、質問状を送り、反響を呼んだ。 1945年、小学1年生7歳の時、広島市への原子爆弾投下により被爆。破壊されてしまうものではなく、創造的で美しさや喜びをもたらすものを考え続けた末、衣服デザインを試行するようになった。2009年7月14日付のニューヨークタイムズへの寄稿の中で、自身の被爆体験を初めて公表した。三宅は、 破壊ではなく想像できるものについて考えることを好んでき、原爆を生き延びたデザイナーというレッテルを貼られたくなかったことを理由に、被爆体験については沈黙を続けていたが、2009年4月にアメリカのバラク・オバマ大統領がプラハで行った核廃絶についての演説が語ることに気乗りしなかった、自分の内側の深い場所に渦漏れていた何かを呼び覚ましたという。 三宅は原爆について、原爆の色、今でもイメージが浮かんでくる。嫌な色だと話し、被爆体験を語ることについて、気候の中で、個人的かつ倫理的責務を感じていると述べている。そして F ラッシュオブメモリーの中で、オバマ大統領に、広島訪問を促しており、これが2016年実現することになった、バラク・オバマの広島訪問。オバマへの土産品には、 三宅の事務所がデザインした腕時計と万年筆が選ばれている。三宅は1995年の広島平和記念式典に参列。また、毎年原爆投下の時間に合わせて黙祷を捧げている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。